自分が心配になるんだけどね。そう、じゃあちょっとだけ、本当にちょっとだけ雑談をしてから始めるね。あ、今マーズ来てるよ。いいな。何食べるんだろう、夕飯。ちなみに皆さん、夕飯は何を食べましたか？私は、豚もも肉と、あと野菜とご飯とみかんですね。みかんは、ついにお姉ちゃんが描いてくれたセラさんの顔が描いてあるみかんを食べました。セラさんの顔があんま破れないように頑張って剥こうと思ったけど、ちょっと破れちゃった。でもちゃんと、なんだ、写真は撮っておいたからね。そう、焼肉、クリームシチュー、豚バラもやし炒め、いいな。豚バラっていいよね。あんま食べれない、やっぱ豚バラってさ、バラだから脂質はすごい高いから、あんまちょっと避けちゃうんだけどね。豚バラ大好き。そう、そうなんです。私あんま脂質をね、あんま取りすぎないようにって思って普段気をつけてやってるんだけど、それでやっぱ豚バラはほんと脂質が高いから、バラって脂質高いからさ、ちょっと避けちゃうんだけど、本当に豚バラ大好きでございます。美味しい。そう、宇和島出身。あ、そうなんですね。ありがとうございます、見に来てくださって。私も愛媛出身でございます。私の手料理、あんま味ない自信ある。あんま味少ない、味薄いけど大丈夫そうですか？私も味付けをしないから、基本的には。あ、でも味付けしないは嘘です。でも魚ももう普通に塩焼きだし、お肉も塩コショウ振って焼くだけだし、朝はゆで卵と納豆だし。私は割と味が薄めのタイプだけど大丈夫そうですか？食事のバランスは考えるけど、それはね、料理うまい下手とかじゃないから、なんて言うんでしょうか。そうだから大丈夫ですか？あと見栄えはめちゃめちゃ悪いけど。そう、まあ味ももちろん大事なんだけど、私それ以上に食べるもののバランスの方を重視しちゃうからさ。そうそう、っていう感じです。あっつ。今ちょっと左右をね冷ましてて、でもちょっと今手冷えてるからね、ちょっと温まろうかなと思ったらちょっと暑かった。あ、愛媛県出身メンバーも応援してるので頑張ってください。ありがとうございます。いつかユーリーさんに会えますように。まあ私はお昼に配信してからなんとか頑張りまして、なかなかね、私休憩時間とその休憩と切り替える時間、切り替えるのがめっちゃ下手ではあるんだけど、下手なりに頑張って、そう、頑張りました。
皆さんも今日一日お疲れ様でした。イエーイ。まあ今日のトータルでね、そう午前中も合わせて4時間半でございますけど、なんとか頑張りました。とりあえず頑張ったっていうのを今日は胸にちょっと眠りたいと思います。まだ寝ないけどねはい、そういえば今その今日までだったかな、今日までじゃないか、定期的になんだけど、その坊ちゃん劇場で 8K 上映っていうのやっておりまして、まあ、8K って何なのって言ったら、すっごいめちゃめちゃ簡単に言うと、すっごい綺麗な映像なんですけど、まあその綺麗な映像を撮れる技術を使って舞台全体を撮ってて、でそれで、あの実際は映像を見てるけど生で舞台を見てるかのような感じがするやつです。 8K っていうのは私実際見れたことってないんですけど、それでなんか今坊ちゃん劇場で定期的に 8K 上映やっていて、そう現在は鶴姫伝説っていう、まあ坊ちゃん劇場の過去の作品なんですけれども、そうそうそれの上映していて、でちょうどその坊ちゃん劇あの鶴姫伝説のまあヒロインは鶴姫なんですけど、まあヒーローって言ったんでいいのかな、がまあ黒鷹っていう人、あのキャラクターなんですけど、それを演じてたのがそのまあ何人か演じられた役者さんっていらっしゃるんですけど、その今回 8K で上映されたのが、あのその私がジョン・マイ・ラブで共演させていただいた村井さんなんですよ。あの同じ愛媛県出身の方なんですけれども、でまあそれもあって私はちょっとすごい見に行きたかったんですけど、もうね今回はもうねマジでタイミング合わなさすぎて見に行けず、でも家族は見に行くっていう、本当にもうね何なんだろうね、これこの気持ちって何なんでしょうか。そうちなみにその鶴姫伝説 DVD にはなってるんですけども、あのその黒鷹が別のキャストさんなんです。そのまあその方もジョン・マイ・ラブで共演させていただいた方ではあるんですけども、そうそうです、もう家族だけ2回も見に行って、私はもう1回も見に行けないっていうね、もう何なんでしょうね、あのっていう何なんでしょうね本当に、なんでやねんって思っちゃったんやけど、いいなーって思いながら、そうそうそう、めっちゃ良かったって言ってて、だからその一応私も 8K の撮影はあったんですけど、あのこれまでのそのこれまで56回ぐらい出演させていただいたんですけど、そんな中でも一番喉の調子悪い日で、本当に喉痛いしみたいな、喉をちょっと潰しかけの時だったもうそんな時のが残ってるってめっちゃやだって思って、あ 8K 見て帰ってきた、いいな本当に、なんかそれが映像に残ってるってめっちゃやだって思ってもう本当にもう嫌です嫌ですって感じだけど、まあでも、まあ、もしあの上映される時になったら、まあ、将来すごい私が歌上達してて、あこの頃めっちゃ下手だったなみたいな風に振り返られるようになれればいいんですよ、それだけの話です。そうそう、あとでその日本番終わった後映像見返したら、あもうここ絶対ダメだったじゃんってちょっと半泣き状態でした。そうそう、まあでもそれもね、そういう時もそういうこともあるよね、そうそうと自分に言い聞かせています。でもいいな、
うらやましい。私もそう、一回も見れたことないから 8K 見に行ってみたいなって思うんですよね。あ、でもキャストさんも、そういえばなんかキャストさんで鶴姫楽しみってツイッターに書いてる方いらっしゃった気がする。マジでいいな。なんでこんなタイミング悪いんやろうね。本当にもう、行ける日が一日もなかったんですよ。なんでやねんって思って。そう。本当になんでやねん。まあ、でも親はすごい DVD も見たけど、それ以上の感動があったって言ってて、やっぱその全体見渡せるっていうのはすごい大きいと思う。そう。いやー、もういいなー、いいなー。なんで私は見に行けないんだ。もう用事あるからしょうがないけど。そう。めっちゃ見に行きたかった 悔しい、マジで本当に悔しい。もうこんなに見に行きたいのに、なんで私は見に行けないんだろうか。それはしょうがないことですけど そうです。もうね、どうしても行けないんですよ。行けなかったんですよ。はい、じゃあまあその悔しいっていう気持ちをここで一旦吐き出したところで、それではグッズ開封に参りたいと思います。イエーイ。今日開封するグッズはこちらの2つでございます。まず1つ目はジブリがいっぱいカメオブローチコレクションです。これはジブリ作品に登場するさまざま、ね、ん？ジブリ作品のなんだ？さまざまな、ヒロインがカメオブローチになったものでございます。私はカメオブローチがすごい好きだから買っちゃいました。あんまりね、その、このキャラが欲しいっていうのはないんだけど、カメオブローチグッズはね、欲しくなっちゃうから買っちゃった。テーペロ。そして、二つ目はこちら。耳をすませばのポーズが違う。ポーズがいっぱいコレクションのボリューム8。耳をすませばのバロンでございます。これはね、なんとも、もうほぼほぼバロンしか出ないと思われます。そう。っていう、全6種類です。で、どっちもね、なんかシークレット入ってるんだって。お、色が一緒だな。パッケージの。今回はどっちもジブリでございます。そう、なんかね、たまたまどんぐり共和国立ち寄って、で、それで紅の豚が30周年だから、うちのお父さん紅の豚大好きで、なんかお父さん欲しいのあるっつったら、じゃあそれとそれお願いみたいな感じで、私もなんか買おうかなって思ったら、ちょうどこれとこれを見つけて。そう、私耳をすませばも好きなんですけど、私ジブリ作品だと、猫の恩返しが一番好きなんですよ。
そうそうそう、だからちょっとバロンがいっぱいっていうのはそれは欲しくなるし、カメオブローチーは普通に好きだから欲しいし、そうそうそう。というわけでまあ開封していくんですけど、どっちから開けようかな。じゃあそれは投票しよう。じゃあ1番あ、ちょっと待ってね、また今日も変なことになってる。なんか最近ね、投票しようと思ったらなんか一回変なことになるんだよね。カメオブローチから開けてほしい人は1番、バロンの方を開けてほしい人は2番で投票してください。まあでもそうですね、なんかだいたいこういうなんかこういうシークレットってさ、全然違うキャラが出るってこともあるでしょうけど、なんだろう、私なんかだいたいそういう時に限ってシークレットを出しちゃうんだよね。とかこんだけめっちゃあのバロンいっぱいいるのに全然違うルイーゼが当たるとかって、そういうことが割とあるからさ、逆に運がいいんだろうかこれはってなっちゃうんですよね。なんだ？なんでだってなるけどね。はあ。それじゃあそろそろ投票終わりますよ。ペッと。2番バロンだったよね。自分が忘れてどうする？バロンの方から開けます。それじゃあこれも投票しようかな。バロンが、まあバロンってこの子ね、バロンが当たると思う人は1番、ルイーゼっていうこの子が当たると思う人は2番、シークレットが当たると思う人は3番で投票してください。シークレットなんだろうね。バロンが当たると思う人は1番、ルイーゼが当たると思う人は2番、シークレットが当たると思う人は3番でお願いします。ちなみに絵柄はね、絵柄っていうかこんな感じなんですけど、でもう一個はこっち。私個人的にはこれが欲しいなとは思うんですけど、そうそう、まあでもバロンが出てくれたら嬉しいなっていう感じですね。耳を澄ませば普通に見たいし、猫の恩返しも久しぶりに見たいな。まあ耳を澄ませば見たことあるんですけど、ああそう、シークレットはね、そう私もそれ思った。あれムタさんだっけ、名前忘れ、ど忘れした。そうなんですよ、 もしシークレットがなんか出るとしたらその人かなって思う、私も思う正直。なんかそう、こういう時にシークレット出しちゃうんだよね。なんだっけ、昔っていうか去年違う、去年だ、あれ去年だっけ、去年だよね。あのユニバに行った時に25周年で、あのなんかランダムのチャームが出てて、であのバックトゥーザフューチャーのがあったんです。でうちのお父さんバックトゥーザフューチャー好きだから、バックトゥーザフューチャー当てたいと思ったらシークレットが当たったっていう、なんでやねんって思ったんですけど、そういう時にシークレットはいいのよってなっちゃった。ちょっと待って、今ね先にちょっとシールを当ててます。あれね、なんか変なとこでシークレット当てるのやめたいんだよね。そうそうそう、ちなみに皆さんランダムの商品買うときってなんか
すごい選んで買いますか、それともなんか一番前のものをパッと取るタイプですか。私はね、昔はめっちゃ選んでたけど、最近はなんかもうパッと取るようになった。そうとか、え、何これ、これ知らないっつって何気なく手に取ったものを買うっていう、なんか割とそういう、そういう風にした方がさ当たる説ない。私それを信じてる、いつも。一番そう選ばないようにして、なんかすっとなんか目に入ったものを取ってます。まあそれ選んでるのかもしんないけど。よし、じゃあそろそろ投票終わりたいと思います。じゃあ投票終わりよ、ピッと。シークレットが当たると思う人が一番多いですね。バロンって選んでる人が少な。それじゃあこちらもテープが開いたので、ちょっとベリベリっと開けます。あー、これ私はめっちゃ開けるの下手なタイプのやつだ。えいじょ。それじゃあちょっと待って、その前に白湯を飲み終わるわ。はい、それじゃあ開けますよ。それじゃあいきます。3、2、1、チャラリラーン。待って、ストップして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 ね。待って、お待ちなはれや。え、嘘、ほんまに言ってる。これはまさか。あ、開けるの減った開けるめっちゃ下手。ちょっと後で見せるね。私がもう本当にもうめっちゃもう開け方が雑なのがよくわかるから。で、ちょっと待って、これでいいのかな。組み立て式なんだ、自分で。うわ、ちょっと緊張しちゃう。組み立て式って緊張しちゃう。あ、しかも違う、全然違う。一旦これつけた方がいいのかな。組み立てるとこもお送りしております。多分これこっちで、これこっちだよね。こういうのさ、フィギュアをさ組み立てるのって一番緊張する。力の加減誤って壊さないかが一番心配。まあ、あんま壊れることそんなないとは思うんですけど、めっちゃ心配だけど、まあ大丈夫かな。めっちゃ頑張って今はすっごい頑張ってます、組み立てを。これやるのが一番怖いんだよね。なんか折ってしまいそうな気がして。でもこれでいいよね。はい、ちゅうことで、私がこれ欲しいんだよねって言ってたやつが当たりました。バロンです。めっちゃかっこいい。もしパーツが歪んでたらお湯につけるといいよ。あ、そうなんですね、いいこと聞いたよ。はい、ということで、ちょっとこれ一番欲しいなって思ってたものが当たりました。イエーイ、ありがとうございます。かっこいい飾ります。めっちゃ良くないこれ。そう、ステッキちょっと折れそうで怖いんですよね。めっちゃ良くない。
大きさが普通にね大きいんですよ。そう、ありがとうございます。それではじゃあ2つ目のこちらカメオブローチコレクション開けていきたいと思います。これはですね種類が全部で8種類でございまして、逆にバロンのシークレット何なのか気になるな。種類は8種類、さっきも言った。まず天空の城、噛んだ、天空の城ラピュタのシータ、魔女の宅急便のキキ、紅の豚のジーナ、耳をすませばの雫とエルフの王女、ハウルの動く城のソフィー、仮暮らしのアリエッティのアリエッティ、そしてシークレット1種類でございます。これちょっと8択やるの結構大変なんだよね投票するのがちょっと大変だなって思うんですけど、どうする、投票する、ちょっと大変だけど投票するか。じゃあ1番が、待って、あ、ナウしかないっていう声が多いね。1番がシータ、2番がキキ、3番エルフ王女、4番ソフィー、5番アリエッティ、6番ジーナ、7番しずく、8番シークレットでいきましょう。とりあえずじゃあ投票を開始します。1番がシータ、2番キキ、3番エルフ王女、4番がソフィー、5番アリエッティ、6番ジーナ、7番しずく、8番シークレット。ここの順番です。ちょっと見えづらいけど、まあ、あとはもう色で頑張って。でもそう、カメオブローチっていいよね。私さっきも言ったけど、カメオブローチのカメオブローチ好きなんですよ。まあそのグッズっていうかアイテム自体はそんなに持ってないんだけど、そうそう、でも最近ちょっとカメオブローチものがちょっとずつ増えてきてて、私はもうねワクワクしております。でなんかまたサンリオの方でカメオブロカ、あのカメオ、カメオブローチってほんとカメオが好きなんですけど、なんかそれのグッズが出るから、出るからっていうか、もう出てるのかもしれないけど、もうそれはちょっと買おうと思ってて。そう、指輪なんだけどさ、私普段指輪なんて全然つけないんだけど、ちょっとこれは指輪欲しいなって思って、ちょっと気がついたらルンちゃんもカメオばっかやんってなってるかもしれません。そう、ちなみに去年の誕生日プレゼントにお姉ちゃんからカメオブローチをもらいました。それが人生で初めてのカメオブローチでございました。それじゃああと10秒で投票ありますよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。えい。シークレットを予想した人一番多いな。その次がシータで、キキ、エルフ王女で、アリエッティで、ジーナで、しずくで、ソフィーって感じですね。それじゃあ開けます。ちなみに私、そうだな、私当たるとしたらソフィーな感じするけど、私はソフィーって予想します。でもハウルは見たことないんですよハウルは見たことがないんです。この中で見たことない作品はハウルかな。アリエッティも見たことないか。そうそうそう。ああ、これもまた私開けるの苦手なタイプのやつだ。頑張れ私。こういうタイプのやつ開けるのめっちゃ私下手なんですよね。逆にでも上手な人いるのかな。だいたいね、めっちゃ汚いです。剥がした後はもうね、めっちゃボロボロです。えい。それじゃあいきますよ。3、2、
1、チャララーン。お、お父さんが喜んじゃう。ジーナだ。え、ごめん、一つ言って、私ソフィーの次に当たりそうなのジーナだと思ってたんですよ。これマジで割とジーナもちょっと当たるかもって本当に思ってたんです。言えばよかったわ。はい。え、めっちゃ良くない？めっちゃ良くない？やば、これは後でお父さんに見せよう。ということで、紅の豚のジーナが当たりました。イエーイ。そう、あのね、うちのお父さんは紅の豚の話をするたびに、あの、お前は過去にイベントでそのジーナの声優さんと一緒に出てたことあるんだよっていう話を毎回されるの。いや、お父さん知ってるから、知ってるから、何回も言わなくていいからって言っちゃうんだけど。そう、あ、でもお父さんにあげるつもりはないです。私はカメオブローチ好きなんで。申し訳ないけど、お父さんにあげるつもりはないです。ごめんね、お父さん。めっちゃ良くない？そうそう、加藤登紀子さんです。めっちゃ良くないか。そう、なんか広島のフラワーフェスティバルに出演されていて、で、何だったかな、イベントの最後になんか一緒に、そのイベント出演者全員とかって、あの歌を歌ってたことがあって、まあでもその練習の時とかにも挨拶だけはあのさせていただいたっていう感じ、まあ本当にお疲れさ、ま、あのお疲れ様ですみたいな挨拶だけしかちょっとしてはないんですけど、そうそうそう。でも毎回お父さん言ってくるんよ。覚えてるから大丈夫だよお父さんっつって、知ってるよ、覚えてるよっつって。めっちゃいいよね。はい、ちゅうことで、あれで結局シークレット何だったんだろうね。え、ちょっと調べてみたくなっちゃう。私多分もう買わないからさ、調べたくなっちゃうんですよ、こういうの。え、どうする？でも言わない方がいい？調べて、ああ、なるほどねみたいな感じだけにしとこうかな。そう、私もう割と結構一回買えば満足しちゃうからさ。そうそう、多分女性キャラだと思いますよ。じゃあ誰か、誰なのか予想だけしよっか。でも私そんなに詳しくないんだけどね、ジブリ。予想だけしよう。みんなナウシカいないねって言ってたから、まあ、ナウシカの可能性はあるよね。まあ、あとは出てないのは、あー、メイとサツキと千尋。でもあの子はもののけ姫のあの子。もうね、もののけ姫もね、あんまり覚えてないのよ。3だっけ？あーって言った、3だ。3っていう可能性もないのかな。あとは？まあ、いっぱいいるけど、カメオブローチになりそうな人。本当に詳しくないからな。でも、あの、思い出のマーニーの金髪の女の子とかないんですかね。あの子がマーニーか。金髪の女の子言うてますけど。そう。思い出のマーニーは見たことはないんだよね。一応ジブリ作品を見る。
小栗小坂のこの子もそうだよね。一応見たことはあるんですよ。あ、ラピュタのあのシータはいる。そうそう、ポーニョ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 はどうだろうね。あー、節子ね。節子もどうだろうね。蛍の墓も一応見たことあるけどね、金曜ロードショーでちょっと見たっていうぐらいだからさ。でも小栗小坂の子もそうです。そう、でもなんか小栗小坂は結構なんか衝撃的な事実がなんか発覚して、めっちゃびっくりした記憶がある私。え、そうなのみたいな。ルパンのはあの宮崎駿さんだけどジブリではないんだっけ、カリオストロの城は。そう、まあぜひもし気になる方いらっしゃったら、シークレットを出た方は教えてください。私はもしかしたら また買うのか、ちょっとそんな日が来るのかはわからないですね。でもそう、なんかどんぐり共和国、あのどんぐり共和国っていうそのジブリのグッズ売ってるお店あるんですけど、やっぱねよくどんぐり共和国はね見ちゃいますね。そう、お店見かけたら入っちゃう。結構アクセサリーが可愛いのよ。そうそう、売り切れ多いけどでもだって私あのほら耳をすませばのイヤリングも持ってます。そう、この紅の豚のピアスも可愛いな、サボイアとカーチスの。でもお父さんピアスしないからな。そう、アクセサリーめっちゃいいんですよね。でも結構ネットだと売り切れてるとこあるので、意外とやっぱ店舗で買うのが一番いいんだよね。え、ハウル全然知らないけど、このキングスベリーの紋章いいな、ブローチ。でもそう、最近その結構「紅の豚」のグッズがいろいろと出てるんで、「紅の豚」好きな方はチェック してみてはいかがでしょうか。そう、猫の恩返しの猫の恩返しじゃない
間違えた、耳をすませばのこのリール付きコインカードカードケースみたいコインカードケースもいいんだよね。ちょっと欲しくなっちゃう。そう、エコバッグもね買おうかどうかすごい悩んで買わなかったんですけど、そうそう、そう、グッズほんとね素敵なものばかりでね、なんかいいんだよね。すごい、ラピュタ飛行石売ってるよ飛行石売ってるよじゃないんですよちなみに皆さんはあのジブリ作品でどの作品が一番好きですか？まあ、私は一応猫の恩返しというふうには言っているんですけれども、耳をすませばトトロとオン・ユア・マークですね。そう、さっき私そのジブリ作品の一覧見ててオン・ユア・マークは初めて見ました。ハウルの城、魔女の宅急便、トトロ、ナウシカ、ラピュタ、千と千尋の神隠し、ラピュタ、ラピュタ、ポニョラピュタがちょっとたまに言えない問題。ナウシカをちゃんと見たことないんですよ。絵本でラストだけ知ってる。なんでラストだけ見たっていう話なんですけど、そうそうもう絵本で最後の方だけ見た、あのオウムが、あ、ネタバレになっちゃうけど、オウムがすごいビョ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 みたいな感じですごい金色のなんか出して、ナウシカが元気になったみたいな、そのシーンだけ知ってるそう、あるじゃん、あの絵本っていうかそのアニメのワンシーンをカットして載せてても、映画と同じ内容、なんかこんぐらいのめっちゃ大きめでちょっとこんぐらいの分厚い本のやつ、そうそう、そうですね。私ラピュタはすごい好きですね。私そのなんかこんぐらいの分厚い本は、そのナウシカ、まあナウシカは誰かなんですけど、私じゃないお姉ちゃんの、たぶんお姉ちゃんなんですけど、とポニョ持ってます。ポニョはちょうど私小学2年生の頃で唯一映画館で見たジブリ作品ですね。多分そう、ジブリ作品を映画館で見るってことがあんまなくて、私そうポニョが、ポニョしか見たことない多分。そうだわ、そうです、めっちゃ流行って、やっぱ当時はめっちゃ学校でさ今月の歌みたいな感じでなんか毎朝歌うのがあったんですけど、それポニョだったし、私それポニョの T シャツ着て歌ったもん、ポニョの歌。そう、あとは魔女の宅急便とトトロはあのビデオ持ってて、猫の恩返しは DVD あって、
ラピュタは何で見たんだっけか忘れた。でもラピュタは見たし、もののけ姫もビデオで、でもチラッとしか見てないからな。チラッとじゃないわ、なんか分割ってか、なんかめっちゃ中途半端なところまでしか見てないんだよ。で一応最後まで見たけど、あんまね、その間がすごい空きすぎてあんまり覚えてないっていうのもあるんだけど、そうそう。で思い出のマニーはお姉ちゃんが見てたんだけど、私その時もうやらなくちゃいけないことだったから、もうね、なんかお姉ちゃん見てんなって思いながらもう作業してました。千と千尋も見たんだっけか、多分見たんだと思う。でも私千と千尋の時がちょうどマジで0歳とか1歳ぐらいの頃ですね。もう赤ちゃんです、赤ちゃん。そう、でも私はやっぱ猫の恩返しに出てくるさお魚の形したクッキーが食べたいんですよ。あれが食べたくてしょうがない。そう、あれが食べたい、マジで。そう、あれ商品、なんか商品化してくれないかなってすごい思ってます。まあジブリパークも始まりましたし、そして私はずっと三鷹のあの森ジブリ美術、三鷹の森ジブリ美術館でいいのかな、をね見に行きたいなって思ってて、お姉ちゃんが行ったことあってめっちゃ楽しかったから一緒に行こうねっつって、うわ行きたいなーみたいな。そうそうそう、ついに 20% のお知らせが来ました。意外と持ったなって思ってる。でも私あれは見に、あのあれは見たんですよ、アリエッティのなんか展示会みたいなのには行きました。そうそうそう、あれめっちゃすごかった。もうアリエッティと同じ世界味わえましたもん。そうそう、あれ結構そのアリエッティあんま 見たことなかったけど、あれはすごい感動したし、私アリエッティのアクセサリーボックスみたいなの持ってます、謎に。とあとアリエッティのさ、あの洗濯バサミの髪飾りあるじゃん、あれめっちゃ憧れてて、でもなんかさ一回なんかお父さんがアリエッティのブルーレイみたいな謎に買ってた気がして、それになんかついてた気がするんだよね。だからちょっとお父さんに聞いてみようかな。そう、アリエッティのその展示会っていう、なんかどんなだったかっていうのはあんま詳しく思い出せない部分もあるけど、でもその本当にアリエッティと同じ世界を味わえるっていう意味では、なんかその風景とかすごい今でも印象的で覚えてます。猫の恩返しのモデルのケーキ屋さんでお魚クッキー前に出してたんだよね。知らなんだ、マジ。ちょっと調べてみよう。じゃあ今日はそれを調べて終わりにします。何？猫の恩返しの舞台、聖地巡礼とかあるの？マジ？それは知らなかったよ。うわ、確かに。しかもケーキ屋さんって高円寺にあるの？高円寺には行ったことあるよ、私。
でもここには行ったことないよ。そうなんだ。行ってみよ、もし行けそうだったら行きたいな。うわー、っていうか私クッキー大好きなんだよね。そう、あーでも結構いろんなところ舞台になってる。これ朝ヶ谷でいいのかな。確かになんか面影ある、面影あるって言い方この道も面影ある。はえー、知らなんだ。行こう。ていうか猫の恩返しが見たい。まあでもね、やっぱ猫の恩返しのバロンはねかっこいいよねっていう話でした。はい、ということでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。変な締め方をしました。それじゃあ13位から読んでいきます。13位片栗小十郎さん、12位 TKH 刑事さん、11位トモさん、10位マモさん、9位スーさん、8位プレジョンさん、7位飯田ひろゆきさん、6位ロミツさん、5位夏目さん、4位 TKH 刑事さん、3位カラスのカーコさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。